DC-99 t e c DC-9 は、QX19mm パラベラム弾を使用する、シンプル、ブローバック方式、オープンボルト撃発のセミオート火器である。一般的には、初期のセールス名である、t e c ス9と呼ばれることが多い。元来は短期間銃として開発されたものだが、アメリカのアルコールタバコ、火器及び爆発物取り締まり局からは、拳銃として分類されている。 製品としては3種類のタイプがあり、テック DC9 以外は別の名前で市場に出ていたが、これら3機種すべてが一般にテックマイナス9と呼ばれている。射出成形された安価なポリマー製のフレームとプレス加工されたスチールパーツからなっている。断層は10、20、3にそして50発入りのものが使える。かつてアメリカではテックマイナス9が わずか200ベイドルという金額で売られていた。この武器は、コロンバイン高校銃乱射事件で、エリック・デビット・ハリスとディラン・ベネット・クレボルド、ブラッドレイによって使われた狂器のうちの一つであり、この事件で、多数の死傷者を出す一員となった。テック -9 は、もともとスウェーデンのストックホルムにある、インターダイナミックエイビン車で、MP-9 という安価な軍用。 短期間機関銃として設計された。この製品は、どこの軍ともセールスを取り付けることができず、MP-9 は生産されることはなかったが、諦めきれないインターダイナミックは、アメリカで民間向けのセミオート拳銃としてこの銃の代替市場を見出そうとした。そしてジョージ・ケルグランの手によって、KG-9 として再設計が施された。元が短期間機関銃であることから、 KG-9 はセミオートにもかかわらずオープンボルトで発射するという特徴があり、それのために違法にフルオートに改造することが比較的簡単であった。そのため走行中の車から人を無差別に発砲するドライブバイシューティングに対応され、テック -9 は一般からは犯罪とギャングの暴行の代名詞という汚名を着せられることとなった。 事態を重く見た ATF は1982年にインターダイナミックにフルオートマチックへの改造が困難なクローズドボルトタイプの銃にテック -9 の設計を変更するように命令した。インターダイナミックはその後イントラテックと解消し設計を改めたクローズドボルトタイプの銃は KG-99 の車内名称が付けられ最初は TC-9 として発売され、後に Tech DC-9 という名称になった。1994年の連邦攻撃武器規制法を廃止し、重厚のサプレッサー装着用ネジのない新しいモデルを作らざるを得なくなった。この規制適合モデルは AB-10 の名称で販売されたが、ユーザーの評価はかんばしくなく、また違法な用途に適した改造が困難なことは、 犯罪者へのセールスポイントを失わせたため、売り上げは激減。数年後、イントラテックは廃業に追い込まれ、AB-10 の生産もストップした。90年後半以降、ギャングによる暴行が減り続けていることに関連し、ギャングはテック -9 より、傾向性に優れた小さな武器を求めるようになり、ギャングからの需要は減ってきている。 近年では市場に出回らなくなり、流通する数が限られているため、初代の KG-9 を、はじめ、各機種が、ガンコレクターの注目を集めている。テック -9 は、精度を要求されない、短期間銃として設計されたため、小準機が非常に粗末なもので、射撃精度は良くなかったと言われている。フルメタルジャケット弾が使われない限り、信頼性も低い。重厚には、 ネジが切られており、サプレッサー、発射円サプレッサーもしくは延長バレルの装着が可能であった。この銃はフルオートに改造することが非常に困難であるとされているが、それでもギャングの間では高い人気を誇っている。米国の銃規制支持者は、テック DC9 が通常の拳銃より少し大きく、精度信頼性ともに乏しい拳銃であるにも、かかわらず、 この銃を規制するべきであると強く主張している。日本でテック -9 のオリジナルである KG-9 は黎明期からのサバイバルゲーム愛好家にとって非常に印象深い銃である。マルゼンがモデルアップした KG-9 のエアコッキングガンはポンプアクション化が容易なために即射性が高く小型で小回りが効くため当時のサバイバルゲームでの主力。 ボルトアクションライフルであった、タカトクトイズ SS-9000 に対抗し得る、近距離用装備として、絶大な人気を博していた。マルゼン自体も KG-9 に、思い入れがあったのか、その後も、時代の風潮から一歩遅れる形ではあったものの、セミオートガスガン、BV 式、ガスガン、ブローバックガスガンと、何度も、内部の発射機構を変えてリリースされている。ありがとうございます。